じゃあ、早速ですね、なぜ日本人は豊かにならないか、まあ、それはですね、金融システムにまず問題があるということ、あともう一つはですね、フィナンシャルリテラシーという欠如がありましてですね、じゃあどういうことなんですかということなんですけども、収入があって支出があるわけですね。でここで収入があって支出があるだけっていう物事の考え方が非常に多くて、個人でもですね、ここに資産があって負債があるっていうことね。例えば年収500万の人が年収500万使い切ってたとすればですね、生活できちゃうんですよ。ところがいざ何かあったらどうなのっていうことだよね。例えば病気になっちゃった、またはね、親戚でなんか親御事があった、言うとね、ちょっとした洋服買わなきゃいけない、ね、ちょっとお金積んでいかなきゃいけない、いろんなことでね、10万20万すぐ飛びますね。そうするとその時にお金がないからどうするかっていうとですね、借り入れを起こすわけですよ。と借り入れを起こすとどうなりますか。この借り入れっていうものが支出に回るわけですよね。例えば最近はもうね、大手の金融機関がみんなして、サラ金のね、今サラ金つっちゃいけないらしいね、消費者金融ね、の大株主ですよ。とそこでさ、ね、大手の銀行がそこに金貸し付けて、そこからね、間接的に高利を取るわけでしょ。そうすると、ね、8% 9%、ね、あとリポ払いとかいうので、どん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 、ね、要するに収益上げようとする。そうすると当然だけども、ね、借りた10万円は、ね、10万円で効かないですよね。利息をつけて返す。今まで使い切ってきた人がじゃあそれの生活耐えられるのって言った時に、負債はどんどん増えていくよね。なんでかってお金が足りなくなるから。そうすると最終的には破綻してしまうということが現状として起きます。でじゃあ例えば、ね、500万の年収の人が400万で生活する。そうすると毎年貯まるのは100万円のキャッシュですよね。そうこの100万円のお金というのが預貯金に回るわけです。ですから預貯金がどん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 貯まっていけば、リスクは、ね、多少なりとも回避できると思っている人が非常に多い。ところがこれ後ほど説明しますけども、預貯金が増えてもリスクは回避できませんということなんですね。でじゃあこの資産の中身の中で、預貯金のほかには不動産とか保険とか証券とかあります。で、当然ですけども、この中の資産が増えれば増えるだけ、リスクは低くなるということだから、人生の成功かどうかわからないけども、ある意味ではですね、資産が増えることがですね、非常にそのリスクが回避できる方ですね。で逆に言うと負債が増えると、ここはもう失敗の落とし穴ですね。だから負債がどんどんなってくると、最終的にはですね、お金が借りれなくなれば破綻してしまうし、周り近所も非常に迷惑な状況になるということです。ですからこの中の構造の中でですね、まずじゃあ資産背景をどうするの言ったときに、最後にもう一つお話するとね、相続税ってあるんですよ。資産から負債を引いたのは純資産ですね。と純資産が増えるとどうなるかっていうと、最終的には相続税っていう負債が増えるということ。でこれをね、負債でカウントしない人がいるわけですよ。例えばこの界隈の地主さんなんかでもですね、例えば農業をやってた方ね、すると農業収入が非常に低い、もしくは赤字ですね。でそれで、じゃあっつんでアパートをどんどん建てます。でアパートを建てて家賃収入を得るわけですね。で家賃収入がどんどん得てきて、年収じゃあ1500万円家賃収入で、農業収入の赤字の300万円を埋めます。でも1200万あるからなんとか生活できるみたいなことやってるわけですよね。で多少ないともちょっとずつお金は貯まるけれども、残念だけど相続税が2億円3億円パーン来ちゃうわけですよ、この会話ね。いや2億円3億円普通にかかる人ばっかりだから、ただその2億円3億円どこで用意するのって言った時に、先ほど申し上げたその収入から支出を引いたお金で、ね、賄えるのって言った時に、ほとんどの方は賄えない。じゃあどうするのっていうと、不動産を売却する。で売却したお金で、この相続税を払うということになりますよね。そうするとその相続税を払うために売却してしまった家賃収入もなくなるわけです。ですからよく3代で資産がなくなるっていうことはね、相続税の最大の上限の税率は 55% ですから、だから資産が高ければ高いほどリスクが高いということですね。で最近はなんかね、サラリーマン大家さんとかいっぱい出てきててね、この人たちがなんか儲かってるつもりになってさ、
お金使い切ってる人いるけど、これ僕は大変なことと思うわけ。後ほど説明しますけど、ね、僕もサラリーマン時代にね、住宅も含めると5億円くらい買ってるわけですよね。で家賃収入2800万くらいありましたよ。だけどきついですよ。なんでかったら利息減るでしょ。そうするとこの利息が減ると元金が返済が増えるんですよ。そうするとお金がないのに税金がかかるわけで、僕の場合ね、サラリーマンの時もね、年収1000万超えて、最大の時はね1500万くらいまで行きましたけども、総合所得でしょ。そうするとね、個人のそのね源泉所得で、生活を賄っているんだけども、今度はこの税金ね、不動産所得の税金にこのその源泉所得の中から補填しなきゃいけないってこと。だからある程度補填できたからよかったけど、補填できなかったらアウトですよ。ああいうことがこれからどんどん皆さん起きてくるんじゃないの。なんでかって言ったら、今不動産投資でなんかやってる人たちってそんなに歴史がないじゃん。でせいぜい5年とか10年でなんか一気に、ね、何億円買ったなんて言ってんけど、僕は一番リスクと思うよ。これがだんだん反省する人いっぱい出てくると思いますよ。まあそんなことでね、まあ、やっぱりこの資産と負債のバランス考えて、ぼちぼちといろんなことをですね、手を打っていかないと不動産投資はうまくいかない。で、さらにですね、ディスカウントキャッシュフローの考え方、まあ、先ほど言いましたね、預貯金どんどん貯めていくとリスクが減りますかってことなんですよ。これ実はね、過去の10年前の定期預金って 0.02% でしたね。でここで1000万円例えば預貯金に貯めてた人いますね。そうすると10年経って、ね、複利で計算していくらになりましたか。12,018円ですよ。2,018円って言ったらさ、まあ、家族で一回食事行ったら終わりじゃないの、ね、っていうようなお金じゃん、ね、でそれがですね、この1000万円のお金が10年経って出来上がったこの利息ですよね。あでもさ1000万は1000万なんだからいいじゃんっていうのがなんとなく日本人の感覚、ね、そんなの普通はさ、ね、考えればわかるけど、インフレっていうことの物事の考え方、まあ、今は日本は、ね、デフレだって言われてるけども、原油価格確実に上がってるしね、インフレは起きてるわけじゃん。でその時に例えばでしょ、これが今政府が、ね、方針として打ち出してるのはインフレ率 2% 目指すんですよ言ってるわけ、ね、2% でしょ。とこの10年前の、ね、1000万円は 2% の複利だと、ね、1219万円なきゃいけないんね。ってことはどういうことなんですか、ね、先ほど銀行に1000万円預けてた人が2万円の、ね、利息をもらったとすると、この時点で217万円損したと思わないといけないわけだから、インフレと連動してお金っていうのは価値が、ね、上がったり下がったりするわけですよね。その時に、ね、金融機関に預けとくから、ね、利息がついてよかったね、また定期預金、ね、の方が普通預金よりも利息が高いからそこに移しましたね言ったところで、ね、1% にはならないんですよ。っていうことになると、やっぱり少し運用する能力を蓄えていかないといけないよねっていうことですね。まあ、例えば絵で描くと、まあ、サラリーマンの人たちはですね、まあ、僕もそうですよね、会社から給料もらってます。で給料もらって、預金を銀行に預けておきます。すると銀行は結局会社にお金を貸して、利息を取るわけですよね。で利息を取ったらどうするんですかっていうと、このもらった利息から差し引いてこちらに利息を払うわけ、ね、でそこで、これをですね、まあ、間接金融って言いますね。であとは利息少ないしペイオフのリスクもありますねと。で、さらにですね、今非常に危険なのはですね、昔住宅ローンって僕なんかが住宅のね、営業の仕事してるときは 4.7% でしたよ、ね、でその 4.7% ってお安いじゃんって言ってたわけ。なんでかって 5.4 から 4.7 下がったから、あこれは今までの過去で最高の、ね、低金利だ言ってた。今いくらですか。住宅ローン 0.75% とかだよ、ね、ってことは、ね、こちら側から定期預金で 0.02% のお金を預かって、ね、かたやこちら側には、ね、今までは、ね、4% くらいで貸したのが今度は貸すのが 0.75% だとすれば、利ざやいくらですか。 0.5% くらいだよ。だから当たり前に考えて、今金融機関って地方銀行って相当厳しいから、ね、なんで厳しいの。当たり前だけど、ね、その収益